それを思ってしまうとやっぱり泣くよ。自分で決めた道とはいえやっぱり悔いがないと言ったら嘘だし、でも色々とやりたいっていう、わしの工場のやつですよね。楽しいから。トキキキョウが波のごとく懐かしい。でもな、なんか思うんだが、こういうふうに武将の御霊をもらって御霊が乗り移ったもの、戦国時代から生きておるもの、戦国時代から転生したものみんなおるわけだが、どことなく今までの帰った武将なり今おる武将なりいろんなものを考えると同じ宿命を持っておるような気がする。時に何か起こしたもの、何かを発達させたもの、義に扱ったもの、情に扱ったもの、裏切られたものやはりあるのかもしれない。だからわしは今回思ったが、尾張の名古屋では我が婿は今日おもてなしをしておる。おそらく信長殿の中にもあの長良川の時と同じように今日が休みならば駆けつけたと思う。でもお互いがお互いの国を守る、そして盛り上げるっていう運命だね。だからわしはこの岐阜を皆と共に最後盛り上げて終わるし、多分向こう殿は向こう殿で名古屋を盛り上げてわしのことを思ってくれておるし、それでよい。でわしはさっきから言っておるが、わしの応援してくれてる皆は結構信長殿のファンと被ることが多い。でもその方々が半日でも今日一日でも信長殿のとこではなくわしのとこに来たことでわしをあやつに金星をつけた。それが最後のわしの意地じゃな。だけどまあなん、この曲だでかんのよ。ずっと続きますからね。でも長いの、なんだろうの、三井でなり信長なり、まだ他に元就さん3 まあいろんな武将にきちんと挨拶できずわしのわがままで天に帰ることにしたは申し訳なかった。まあどうすることもできんかったんだな。長いなこの曲、ちょっとやめてくれ。ずっと続きますなこれ。これなんじゃ、これはずっとこれやっとるな。さっきからさっきはちゃんと続いとったんじゃが。